二度と私に逆らうんじゃないよ。誰かが政府に情報を流しているとでも。だが具体的に言いなさい。具体的に。あの半沢というのは相当なやつです、ね、借りた金は返す。子供でも分かることです。君は頭取に屈辱の倍返しをしようとしてるんだぞ。我が国初の女性総理を目指すには通らねばならない道よ。日曜劇場半沢直樹。我々がやるべきことは政府の言いなりになることではないはずです。